昭和35年台風第16号は1960年8月に四国に上陸した台風である。進路図1960年8月17日9時にグアム島のはるか東方洋上のマリアナ諸島とマーシャル諸島の間付近で発生した熱帯低気圧は同日15時に台風16号となった。台風はその後ゆっくりと北西に進んだが、 19日15時頃には、グアム島の北東海上に進み、中心気圧998ミリバール、最大風速秒速23メートルとなり、23日には、沖ノ鳥島の北方にて、中心気圧980ミリバール、最大風速秒速38メートルにまで、発達した。この頃、日本列島は発達した高気圧に覆われていたが、 日本の周辺には、この高気圧を取り巻いて、東、シナ海から、沿海周方面に北上した、台風15号、関東をかすめて通信した後に再度逆行し始めた、台風14号、台湾付近には、台風17号、さらに春か東方洋上には、台風18号と、合わせて5個の台風が、同時に存在し、当時は、ローマオリンピックが開催される、 直前のタイミングであったため、マスコミなどは五輪台風と報じて話題となった。日本付近の高気圧の影響で、台風16号は23日から25日にかけて、沖ノ鳥島の北方で停滞していたが、日本付近の高気圧が25日頃から衰弱し始め、次第に北、太平洋の高気圧が西方に張り出し始めたため、その後北西進を続けた。 先の台風14号が複雑な動きをしたのも、日本付近の高気圧が衰弱しきた太平洋の高気圧が西方に張り出し始めたことを示す現れの一つであった。台風16号は27日15時ごろ、勢力を弱めることなく、高知県室戸岬の南方 750km の海上に達し、29日14時ごろに高知西方に上陸。 室戸岬では最大風速秒速39.6メートル、最大瞬間風速秒速47.1メートルを観測したほか、総雨量は徳島県の県山で750ミリメートルに達した。その後台風は29日16時頃に香川県多土津町の西を通過し、スピードを上げて瀬戸内海から中国地方を北上し日本海へ抜けた。日本海を 時速約5 0トルで北上し、30日15時には北海道の西方海上に達したが、この頃になってもあまり勢力は衰えず、中心気圧は980ミリバールであった。この台風により、死者50人、行方不明者11人、負傷者145人の人的被害が確認された、ほか、中華の損壊2265棟、 中華の浸水4万5千9棟などとなった。ありがとうございます。